そしたら今授業中なんですよ。で、授業中に、なんでこんなことをやるんだっていう、ね、普通の講師だったら、クビですよ。生徒もいるんでね、今。生徒もいるんですけど、で、今、何の授業をしてるかっていうと、生徒の子から、いじめダメ絶対のリクエストをいただきまして、それを、あれなんですよ、教えるというか、教えるので、ニコ生放送した方が、多分みんな喜ぶんじゃないかなと、思ったもんで、やろうと思います。というわけで、あれなんですよね、チューニングが、僕の場合、ライブで、5弦から1弦までは、普通のレギュラーチューニング。で、6弦だけが C シャープ。もうこの全然生徒の方を見ないっていう、この、ダメな先生みたいな感じになってる。MI の生徒は金払ってるのっていう。ね、ほんとそうなんですよね。生徒をちゃんと見ながらやりますよ、もちろん。皆さんは親のお気持ちになって、なんか見てください。で、6弦が C シャープ。そしたらここ。この3フレットを押さえると E になる状態。ガチ授業ですよ、もちろん。お、ロック式解除してみよう。素晴らしい。そう、フロイドローズだったりね、そのロック式になると、やっぱり、その、一弦だけ、大変よね。全部狂ってくる可能性もあるもんね、そして。でも、望んだのは君だから。ロック式っていうのは、ロックのロックですね。そしたら、ここで止めちゃってるんですよ。なので、こっちでは帰れないっていう、ペグでは帰れなくて、なんか、ここら辺のコマを回してチューニングするんですよね。C シャプ。ご飯食べながら見てますっていう。いいですね。今、生徒は2人。で、この6弦だけ C シャープっていうのが、見事に弾きにくくて。弾きにくいのなんとなくわかるでしょ。だからパワーコードが抑えられないっていうことだから、うん、弾きにくいんすよ。だから本当だったら今ヤングギターにいじめダメ絶対の本当の譜面があるんですよ。それを無視した状態。一番かわいそうなやつを教えるっていう。だ固定度の人は僕のやり方が良くて、移動度。その、フレットが変わっても大丈夫な人は、ヤングギターを見て、練習していただければいいと思います。じゃあやってみよう。で、最初、6弦のイントロから。ここだね。そう、7フレット。
あれどうだったっけな、急にゆっくりやると忘れちゃったな。こうだ。めっちゃ授業。これあのブリッジミュートしながら。ちょっと早いな。タク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 。これ3回やって、次が、ドーラード、4フレット。4フレット開放弦。5弦のね。ドーラード、ファミレ。976。で、キーが C シャープマイナードラドファミレドラドファミレタカタタカタタカタタ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 っていう。何ちゅう授業やってるんだっていう感じだな。で次がまた3回やって、A で次が E、 3フレット6弦3フレット。これも、ダーダーダー、ダーダーダー。シドレシ、2464。シドレシ、あ、2462だね。すごいね、このニコ生のやり方。むちゃくちゃやん。結構早く感じると思うねんね。聞こえてる感じよりか。で、また3回目も3回弾いて、この。次が、ソードソ、4弦の6フレット、5、言ったら C シャープだね。普通に。C シャープの、パワーコード。うん、4弦から弾いてるだけ。これも、タタタタタタ。この、と同じ。と同じ。次が、ラーソファ764、うん。これも、ソードソラーソファ。タタタタタタ。
それ分かったかな。このチューニングってどんどん狂っていくでしょ。そう、ギターにはすげえ悪いと思うんだよね、これ。6弦だけ C シャープってちょっと弾きにくいしね。でまた3回で A。 そう、これライブバージョンだからね。本当は何かいっぱいあるんだけど。で次ソロだね。ラシドレミファソラシ C シャープマイナースケールを A から弾いただけ。3弦の14、16で、2弦の14、16、17で、1弦も同じ14、16、17ラシドレミファソララシドレミファソラで、最後が1弦の19。ギターの生音は、生徒たちが弾いてますよ。うん。うん。そう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 。タイミングが、ワン、ツー、スリー。スリーから入る。ワン、ツー、ラシドレミファソラシー。これ何がすごいって、生徒がベビーメタル二人とも知ってるっていうところが、すげえと思うんですよね。大阪校はベビーメタル推しだもんね、ちょっと。ちょっとっていうか、大々的にだね。映像流してるもんね。そっかそっか。で次がこれが最初のところ C で2弦の17、16、ミーレミ、うん、C C ミーレミ C ミーレミ、タイミングがシーミーレーミシーミーレーミ、あ、同じじゃん。シーミーレーミシーミーレーミ、うん、ワンツーラシドレミファソラシーミーレーミシーミーレーミっていうタイミング。ワンツーラシドレミファソラシーミーレーミシーミーレーミ、で次があれ自分のパートわからなくな、次がシー、一応オクターブ下のシーだから、そう、3弦16フレットシーシーミー、うん、これは人差し指と中指の方がいいね、コードの状態だね、うん、ミファミ、ミミファミレ、ファミレは2弦の19、17、16、